朝鮮学校を支援する理屈がわからない。北朝鮮の金一族の写真を掲げ、教科書で礼賛するなど子供たちに偏向教育を施す。北朝鮮は核実験を行い、弾道ミサイルを EEZ、排他的経済水域に打ち込みみ、日本人を拉致したまま返さない。その他、様々な犯罪に二端、日本を敵視する国の機関になぜ補助が必要なのか。東京都の小池百合子知事が公約で朝鮮学校への補助金凍結を継続する方針を打ち出したのは至極真っ当だ。小池氏は抜本的に改められないうちは、都民の税金を支出するといったことはないということだと話したという。産経新聞は20日、朝鮮大学校、朝大、東京都小平市、が5月、北朝鮮の金正恩、朝鮮労働党委員長に手紙を送っていたことが分かったと報じた。朝大の派兵隊、チャンビョンテ、学長が、朝鮮総連のユルソーヨロズ、ホジョンマン、議長から指示を受け、米国圧殺運動の展開を在校生に指し示していたことも判明したという。手紙は朝大で開かれた創立60周年記念行事で金委員長に送る忠誠文として読み上げられ、大学内で米日帝国主義を壊滅できる力をより一層徹底的に整えると明記。また、金委員長に対しては資本主義の強風が襲いかかっても、平然とした態度でいられる度胸を育ててくれた、くれぐれも体を大切に過ごされるよう祈り申し上げるなどと忠誠を示しているという。そもそも朝鮮大学校は日本における朝鮮民族教育機関を名目に運営されているが、専門家によると朝鮮総連と密接な関係を有し、革命の基地と位置づけられているという。朝大を含めた朝鮮学校の在校生総数はピーク時の4万人超から6000人台に減ったものの、朝鮮学校への補助金を平成28年度当初予算案に計上した自治体は全国で127に上り、総額で3億円を上回ることが産経新聞の取材で分かっている。支出中止が相次いでいることに朝鮮学校側は補助金減額は差別だ、学校を潰しにかかっていると反発しているという。安倍晋三首相は国連総会で演説を行い、北朝鮮の軍事的脅威についてこれまでとおよそ異なる次元に達した。国連安全保障理事会が明確な態度を示すべき時だと述べ、安保理による厳しい制裁措置の必要性を世界に向けて訴えたが、国内ではなお朝鮮学校を補助するなど、事実上北朝鮮を支援している状況は全く認められない。